お父は貧しいもんのために盗みを働いてたっていうのに、大きな犬が父親さんのお金ではない。大体お前かけそうやんか。王家に取り入るためにただ森が法王さんからもらい受けた子なんやろ。狙いつけたもんのことはどんな手をつこでも調べ上げるんや。間違いないね。まさか、おい、殿、お戻りでございました。ああ、何やら雲行きが怪しくなってきたゆえだ。怪我がした、何かあったか。平太、どうした。私は誠、兵士の子でございました。それとも王様にもらい受けた子でございますか。誰がそのような弱いことを申した。お前はこの忠盛の子に決まっておる。二度とそのようなされごとに惑わされるではない。はい、申し訳ございません。平太、ここにおったのですか。さっきおすまなんが平次の傷の手当てに済みました。もう心配ありませんよ。平太、平太、平太、入り込んでおるぞ。汚らわしい、つまみ出せ。はっ、お様、犬が泥を跳ねおった。はよ、着替えを出せ。だからあの時引き取るなと申したのだ。俺も父上も災いをもたらすと言われ母を殺され、あげくいらぬから持っていけと捨てられた子だぞ。いっそこのまま見つからぬ方があいつのためだと俺は思うがね。
訳ございませぬ。陛下様のお目の子を仰せつかった際、この森安がきっと隠し通すとお約束しましたもの。森安、いずれは知れることだったのでございましょう。知った上で兵士のおのことして生きていかねばならない。それが陛下様の背負われた定めなのでございましょう。同士で争い負けたのであろう。弱いゆえ負けたのじゃ。お前と血を分けた父は法王様だ。だがお前は兵士の子だ。兵士の子としてこの忠盛が育てたのだ。なりゆえでござりますか。法王様や王家に取り入るためでござりますか。父上はまこと王家に入れられるのだ。今のお前は兵士に飼われている犬だ。俺のもとにおらねば生きてはいけぬ弱い犬だ。死にたくなければ強くなれ。王家の犬と蔑まれた武士、その武士が国の頂点を巡る争いの先頭に立つ。そんな日が来るなどとこの頃にはまだ誰にも思いもよらなかっただろう。しかしすでに清盛の戦いは始まっていた。清盛の最初の戦いは二人の巨大な父との戦いだった。無頼の高平太だよ。俺は父上のようにはならぬ。お前の元服が来ました。父
そちにもこのもののけの血が流れておるからじゃ。誰なんだ俺は、誰なんだ。平清盛、院北面の武士としてご奉公をつかまつ。行われたるは祭り事だ。貴様という男はどこまで馬鹿なんだ。清盛さんの光る君、罪なき民を泣かせて武士らの流れが。秋の宮島、武士の頂点に立ち日本の覇者となった平清盛が厚く信仰したのが厳島神社です。壮麗な朱塗りの海上社殿は清盛の巨大な財力と斬新な発想によって造営されました。また平家一門が写経した経典平家能経をはじめ数々の宝物を奉納しました。神社の近くの丘に立つ経塚、清盛が平家の繁栄を祈願し経を彫った石を埋めたと言われています。厳島神社は平家の栄華を今も我々に伝えているのです。